ごご覧いいただきありがとうございます現地8月7日に行われたサンディエゴ・パドレス対ピッツバーグ・パイレーツの一戦でパイレーツのアロルディス・チャップマンがにやりとしましたこの試合6対5とパイレーツが1点をリードして迎えた8回裏にこの日の4番手として登板したチャップマンは先頭のパドレス9番タイラー・ウェイドに7球を費やしましたが最後は88マイルのスライダーで完全にタイミングを外して空振り三振ワンアウト ただ続くルイス・アライズにはワンボールツーストライクからスプリットフィンガーが抜けてデッドボールパイレーツはバットに当たったのではないかとチャレンジしましたが判定は覆らずワンアウトランナー一塁そしてキム・ハソンはレフト前ヒットこの当たりをサードケブライアン・ヘイズが処理できずスタートを切っていたアライズは一気にサードへワンアウトランナー一塁三塁打席には2番ザンダーボカ・ボガツ初球空振り98.3マイル 2球目、ファウル99.1マイル。3球目、これもファウル101.3マイル。徐々に球速が上がり、最後は102マイル。スタッドキャストでは101.9マイルのシンカーとされたボール球。チェイスさせて空振り三振。ツーアウト。ここで迎えるのはパドレスの主砲、4番マニー・マチャド。キャリアを通してのチャップマンとの対戦成績は2打数でツーベースでの1安打。初球、 空振り、101マイル。真ん中、フルスイングでワンストライク。2球目、102マイル。これも真ん中、ズドン。この時、一塁ランナーのキムがセカンドへの投塁を決めましたが、お構いなしのチャップマン、マーチャードを追い込みました。3球目、外、103マイル。シンカーをファウル。上がり続ける急速。4球目、ファウル。これも103マイル。これも真ん中。 この回、すでに27球を投じているチャップマン。マーチャドへの5球目、105マイル。スタッドキャストでは105.1マイルのシンカー。36歳、チャップマン、105.1マイルです。そして6球目、インサイド、105マイル。見逃し三振。スタッドキャストでは104.7マイルのシンカーでしたが、対マーチャド、明らかにギアを上げての全球、ファーストボール。 全球100マイル超えでの真っ向勝負見事に制してニヤリこれには敗れたマチャドも脱帽のニヤリピッツバーグに笑顔があふれますチャップマンにとっては29球を要した長いイニングとなりましたが結果は無失点3奪三振ダグアウトでは充実の表彰なおこの日の投球数29球のうちフォーシームとシンカーを合わせたファストボールは21球 100マイル超えは13球、そして対マジャドの5球目、105.1マイル、169.14キロの進化は、今シーズンの MLB において最速の1球となりました。ちなみにデータリサーチではおなじみ、MLB.com のサラ・ラングスさんによりますと、三振に仕留めた1球は104.7マイルでしたが、この104.7マイルは、三振に仕留めた1球としては、2008年に ピッチトラッキングシステムが導入されて以降、エンジェルスのベン・ジョイスと並び最速タイだということです。そのベン・ジョイスの104.7マイルは、チャップマン対マチャドの3日前、メッツ戦で JD マルティネス相手に空振り三振を奪った一球でした。メジャー2年目、23歳のベン・ジョイスと15年目、36歳のチャップマン。 そんなチャップマンは2008年に MLB でピッチトラッキングシステムが導入されて以降、現在2024年8月8日までに最も多く103マイル以上、165.7キロ以上のファストボールを投げたピッチャーであり、その数310球。なお、この期間2008年以降でチャップマン以外のピッチャーによる103マイル超えの投球数の合計は274球であり、 チャップマンの数字が際立ちますそして、チャップマンのキャリア最速は、メジャーデビューを果たした2010年シーズン、9月24日のパドレス戦で記録した105.8マイル、170.2キロ。チャップマンはキャリアを通して105マイル超えを、今回の1球も含め8回記録していますが、その8球すべてが2008年以降、メジャー最速の1位から8位までを占めています。 そしてそのファーストボールを武器に脱三振数も積み上げてきたチャップマン今シーズン6月30日のブレイブス戦ではショーン・マーフィーからキャリア1197個目の三振を奪いそれまでビリー・ワグナーが保持していたサウスポーのリリーフ投手による最多脱三振数記録を更新そしてもちろん記録は継続中デビューから15シーズン毎年多くの試合に登板しポストシーズンも含めとにかく投げまくっているチャップマン 今シーズンもここまで49試合、43.2イニングスを投げており、71奪三振、防御率3.50。久々の105マイル越えを記録したパドレス戦の後には、そのことについてメディアから尋ねられると。俺はもうすでに長いキャリアを過ごしてきたと思う。今さら誰かに何かを証明する必要はないだろう。すでに何年にもわたって証明し続けてきたんだから。もうこれ以上。 証明する必要はないはずだとしています MLB を代表する旧市に名を残すであろう高速球投手フレイムスロアーアロルディス・チャップマン貫禄のコメントなお今回のパイレーツ対パドレスの三連戦シリーズはパドレスが三連勝スイープしていますご覧いただきましてありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いいたしますじゃんけんぱン。